皆さんこんにちは。配当優待チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は超優秀な株主優待銘柄を5つ紹介します。新型コロナの影響で危機的な状況と言える中で、キャッシュ、現金を稼ぐ力が重要なポイントと言われています。そこで営業キャッシュフローを売上高で割った営業キャッシュフローマージン比率が高い銘柄を集めてみました。 営業キャッシュフローマージン比率が高い銘柄を集めてみたら自己資本比率や ROE も高くて優秀だったので超優秀ということで紹介させてもらいますぜひ最後までご覧ください今回利回りの計算で使う株価は2020年8月21日金曜日の、ね、終値を使いますそれでは証券コード順に始めます2127の 日本 M&A センター中堅の中小企業を対象とした M&A の仲介をしている会社です事業の継承案件に強く全国の地銀や会計事務所などと連携しています事業内容は M&A 仲介その他となっています売上げが多いのは M&A 仲介で全体の99%を占めています年初来高値は 8月12日の5550円です現在は高値からマイナス3%マイナス150円の5400円となっています年初来安値は3月23日の2365円で安値から見るとプラス128% 3035円上がっている状況です財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率84% 流動比比率率となななっていますす営業キャッシュフローマーマジン比率はかなり優秀なです利益率もかなり良くて営業利益率44.5%純利益率32.1%となっていますそして ROE27.8%ROA23.3% とお金を稼ぐ力がかなりあると言えます 前年の配当金は26円で配当成功が41%でした。今回の予想は26円で利回りが0.5%となっています。権利確定は3月100株54万円でお米が1年間で2200円分もらえます。1年以上の継続保有が条件で、新潟県の魚沼産コシヒカリ5キロです。 1>, 1キロを440円で計算して5キロで2200円としました100株以上の保有で一律に5キロとなります優待利回りは0.4%で配当利回りと合わせた総合利回りは0.9%となります2379の DIP アルバイトのバイトルなどインターネットでの求人情報を提供している会社です 事業内容は人材サービスその他となっています。売上が多いのは人材サービスで全体の100%を占めています。年初来高値は2月10日の3700円です。現在は高値からマイナス39%マイナス1447円の2253円となっています。 年初来安値は4月6日の1479円で安値から見るとプラス 52%774 円上がっている状況です財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率80%流動比率252%となっています営業キャッシュフローマージン比率はとても優秀な26.7%です利益率もかなり良くて営業利益率 純利益率ととととなななっっててていいままますすすそしし ROE34.4%ROA27.6% お金金を稼ぐ力ががかなりあると言えます前年のの配配当当はは円でで成功が30でした今回の予想は未定となっています仮に前年と同じ56円だとすると利回りが0.9%。 2.5%となります権利確定は2月と8月100株225,300円でクオカードが1年間で1000円分もらえます500円分が年2回で年間合計1000円分です 5, 株の500株の保有だと年間2000円分です利回りで考えると100株保有がベストです 配当利回りがゼロなので、有体利回りの0.4%が総合利回りとなります。6055のジャパンマテリアル。半導体や液晶の工場に向けた特殊なガスやそのガスを供給する装置を販売している会社です。事業内容は、エレクトロニクス関連、グラフィックスソリューション、太陽光発電となっています。 売上が多いのは、エレクトロニクス関連で全体の95%を占めています。利益率が高いのは、太陽光発電で37%です。年初来高値は、1月14日の1923円です。現在は高値から -23%、-443 円の1480円となっています。年初来安値は、3月17日の1023円で、 安値から見るとプラス 45%457 円上がっている状況です財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率80%流動比率389%となっています営業キャッシュフローマージン比率はとても優秀な25.9%です利益率もかなり良くて営業利益率23.7% 純利益率となっていますそして ROE20.7%ROA16.5% とお金を稼ぐ力がかなりあると言えます前年の配当金は14円で配当成功が26%でした今回の予想は15円で利回りが1%となっています権利確定は9月100株14万8000円でクオ・カードが 1>, 1年間で1000円分もらえます。1000株なら3000円。5000株なら5000円となっています。利回りで考えると100株保有がベストです。優待利回りは0.7%で、配当利回りと合わせた総合利回りは1.7%となります。6080の M&A キャピタルパートナーズ M&A の仲介をしている会社です。 事業の継承が得意で、調剤薬局関係を中心としています。事業内容は M&A 仲介で、これで売上げの100%を占めています。シンプルで分かりやすい内容です。年初来高値は1月14日の4840円です。現在は高値からマイナス14%、マイナス690円の4150円となっています。 年初来安値は3月23日の1,726円で安値から見るとプラス 140%2,424 円上がっている状況です財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率90%流動比率1,072%となっています営業キャッシュフローマージン比率はかなり優秀な46.2%です 利益率もかなりよくて営業利益率46.5%純利益率31.2%となっていますそして ROE20.3%ROA18.2%、e、とお金を稼ぐ力がかなりあると言えますそして残念ながら配当金はありませんこの会社はずっと配当金を出していません権利確定は9月100株 四十一万五千円でクオカードが一年間で三千円分もらえます。百株以上の保有で一律に三千円となります。配当利回りがゼロなので優待利回りの零点七パーセントが総合利回りとなります。八九二ゼロの東証。ホリデイスポーツクラブを運営している会社です。事業内容はスポーツクラブ、ホテル、不動産となっています。 売上げが多いのはスポーツクラブで全体の56%を占めています。利益率が高いのは不動産で48%です。年初来高値は1月7日の2481円です。現在は高値からマイナス46%、マイナス1151円の1330円となっています。年初来安値は4月6日の 七百十八円で、安値から見るとプラス八十五パーセント、六百十二円上がっている状況です。財務については、安心できる状況で、自己資本比率四十六パーセント、流動比率二百三十六パーセントとなっています。営業キャッシュフローマージン比率は、かなり優秀な四十点五パーセントです。 利益率もかなり良くて営業利益率28.1%純利益率16.8%となっていますそして r o e、17. 1 7 1 r o e 7 9とお金を稼ぐ力もバッチリです前年の配当金は15円で配当成功が10%でした今回の予想は未定となっています仮に前年と同じ15円だとすると 利回りが1.1%となります2010年に5円だったのが10年後の2020年には3倍の15円となっています権利確定は3月と9月100株13万3千円でクオカードが1年間で2000円分もらえます株主優待の内容を正確に言うと株主優待券を半年間で4枚もらえます 株主優待券1枚で会社が指定する特典と交換することができるという内容です。どのような特典と交換できるかというと株主優待券1枚につき500円のクオ・カードホリデイスポーツクラブの入会金が無料ホリデイスポーツクラブの利用料が無料などです。配当利回りがゼロなので優待利回りの1.5%が総合利回りとなります。 それでは今回は超優秀な株の集大銘柄ということで日本 M&A センター DIP Japan Material M&A Capital Partners 東証を紹介しました皆さんは今回紹介した銘柄についてどのようにお考えですかご意見などどしどしコメント待ちしていますそれといつも高評価ありがとうございますとても励みになります これからも皆さんにとって有益な情報を発信していきますのでチャンネル登録をしていない方はぜひ登録してくださいそれでは最後までご視聴ありがとうございました次の動画も楽しみにバイバイ